やみな、こんにちは。製品版、ついにスタートですよ。皆様。ね。ちょ、見て。俺のテックの治療が、なくなりました。はい。こんな感じでね、今、レベル、キャンプレベルは2にして、まあちょこちょこっとね、部屋を増築しました。で、ちょっと今、昼になっちゃったから、ちょっと寝るね。これね、俺、レベル3にして旅の扉に行こうと思ったんだけど、ちょっとね、このまま行きたいと思います。なんかね、俺ね、オープニングムービー見た感じ、この同じ、なんて言うんだろう。今ここにさ、こうやってラインが、でもできてるじゃん、この部屋の。このライン通りに、なんかもう上に積み重ねれるスキルができる、取れるんじゃないかと思って。なんかね、オープニング見てるとね、そんな感じがするんですよね。うん。で、お？なんじゃここは。ん？大木槌がいる。え、ちょっと待って。海の向こうなんだけど。なんか、目的地か。あ、違うか。これキャンプ場か。はぁはぁはぁ、わかった。これを開けて、命の種。ん？古い紙？なんだこれ。文字がつづられている。メルキドの荒野を旅する者よ。この宝箱に入っていた、導きの玉、青は、地面に置くとコンパスにその位置が示される。不思議な玉だ。道を失いかけた時や、もう一度、訪れたい場所がある時、この玉をその地に置いておけば、目印となるだろう。この印を目にする冒険者の旅の成功を祈る。おう、え、ガンダル？あれ？ガンダルってあのそんな名前じゃなかったっけ？違うよな。さすがに違うよな。それ、これおっさんの名前だったら俺、ちょっとあのおっさんに謝らねえといけないからさ。あのおっさんなんて名前だったっけ？名前忘れちゃったな。あういしょ、あぶねえ。はい。お？毛皮。お、なんか思いついたみたい。お、革の鎧だ。おー、すげえ。なんだよ、ボロの服。違う、ボロの服じゃねえや。布の服、3つぐらい作っちゃったよ、俺。あ、スライムベースだ！スライムベースだ！俺、スライムベース大好きなんすよ。今の反応で多分伝わってると思うわ。興奮しちゃった。久々に。うお、なんだこれ。赤い油。これはもう大炎上。違う、旅の服。旅人の服。あ、待って。染め物ができんのこれ。すげえ。やべえ。どんどん新しいものか。あ、ちょっと画面消えた。あ、びっくりした。俺のパソコンの調子が悪いみたい。いって。これすげえぞ。ちょっと待って、こいつ、ハンマー落とさねえのか？あ、いた、こっちだ。でっけえ。ちょっと待って、おい、親玉先に殺そうぜ。あーっ出た寄ってきたぞ。はい。やばい、ちょっと、つえ。やばい、近くためとる。あぶねえ。あれ食ったらマジでやべえだろ、これ。おい。ちょっと待てよ。見た今これひっくり返ったぞ。皮袋ゲット。なんだ、玉袋じゃなくて皮袋だよな。俺の読み間違いじゃねえよな。どうするこれ、玉袋ゲットしちゃった。もうこんなお母さんの前に見えない動画にしちゃダメだよな。ごめん。はい。これちょっと待ってよ、退屈だぜ。あ、そこにいたのね。なんだよ。案内所って、お前そこにいたのかよ。ごめん。ちっちゃいな、なんかちっちゃくねえか。お前は人間じゃないか。さも当然って入ってきて。本当だよね。向こう見ずというか大胆というか。まあいいさ、俺は昔から人間が嫌いじゃない。あ、そうなの。それで俺に何が良か。何、大きい術の作り方が知りたいだと。お前は、なんてエッチな質問するやつ。ちょっと待って。なんだ、大木槌って俺たちが持ってる道具のことか。ごめん、なんでエッチなのか俺には分かんないんだけど。プロ変態 YouTuber としてなんか分かんなきゃいけなかったところなんだろうけど。何、長老先に住んでいる。なんだよ、もっと奥に長老がいるんだがよ。炎を目印に探してみるわな。了解。ほら人間、これをやる。俺からのお近づきの印ってやつだ。看板。あ、何？看板？これ取れんじゃね？もしかして。あ、取れる。ちょ、さ、俺さ、体験版でさ、あ、え？入ってっちゃったよ。ちょっと待って。
さも当然かの顔のように豆もうなんかいっぱい手に入るぞ。このゲーム体験版じゃ味わえない魅力がたくさん詰まってんぞみんな。これね今ねやっててね俺ワクワク止まんねえもん。なんて言うんだろう、体験版って基本的にさ、その限られた素材の中でやってたじゃん俺。でそれが今全て解放されて、ほらほらほらどんどんね出てくんの、こういうほら紐とかができた、何使うかわかんないけどさ、これ登れた、すげえ、なんか一番上になんかついてるけど何これ、豆かよこいつねぶっ壊しちゃろうかいかんいかんいかん、これもさ取れるんかな、あ壊せないんだ。ちょっとなんかほら、あ見てあそこわかるかい、なんかほら宝があるぞ。あれまたあいつ喋ってるぞ、今度はなんだ、登りたい登りたい、登れないのかい。僕は長老と同じで人間のことは大好きなのさ、だけど君もこんなところに落ちてきちゃうなんて大変だったね。そうだ、僕が崖の登り方を教えてあげる。あ、土や粘土、人間に分かりやすく言うとブロックってやつは空中に置けないけど何かに貼り付けることができる。ほらちょっと見てて、あ知ってるよ、知ってる知ってる知ってる、なんだなんだ、ワンちゃんなんだワンちゃん、これを要はやってけってことね、これちょうどだもんはい、命の種でしょ、知ってた、だいたいこういうところに置いてあるのね、命の種なんだよ。このゲームは基本的に力とかがないから、おそらく、あ力ってあんのかな、まあないとか俺は思ってて、おサラダだやった。でなんて言うんだろう、あの体力が多ければ多いほど、まあ、戦闘が有利に進められるっちゃ進められるんで、まあそれが一番大事なのかなと、うん、おそらく力の種とかないよな、なんかもう荷物いっぱいなんだけど、俺極力少なくしてきたんだけど、もう荷物いっぱいだよこれ。はい登ってこ、はい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 、なんかかわいいかわいいぞこれ、かわいいぞ、はい、あそこか、ん？あれっぽいよな、違うか、うわーなんか欲しい草がいっぱいあるな、欲しい草っていうか絶対なんかに使うだろっていう草がいっぱいある。ちょっと待ってね、これ置いといた方がいいのかな、違うかな、てこれいらねえよな、ボロ切れ、これもボロ切れ捨てようか、ぽい、はい、これでいいね。下にもなんかあんのか、花があるな、なんだろう気になるな、まあここはまた後で、とりあえず今回は長老に早く会わなきゃね、みんながお前早くしろって言ってるのが聞こえてくるからさ。でもあ違うよな、炎があるとこって言ってたよな、全然これ普通の家なんだが、いるのかな、こういうだからんなんか半分見えてたんだけど誰もいねえじゃん、ちょっと待ってよ調べる、返事がない、ただの屍のようだ父ちゃんここは誰かの家だったのだろうか、修理すれば寝泊まりできそうだ、あそういうこと、ここつけろっつうことか、あここでよう過ごせってことね、ん修理するまでもなく寝れたんじゃね、これあれ寝れないの、あ寝る寝る寝れる、部屋の条件を満たしていない、え何がダメ、あれなんかダメなとこある、これこれ完成してるよね、なんだろうあれ何が原因なんだろう、わかんねえ、あそうかわかったぞ、ちょっと待って入ってくんのよ、あ違うんだ違うんだ、やりたいことが違うんだ、これちょっと待って出れねえじゃんこれ、俺これどうすんだ、おいあ行った、こここれをこっちにやればいいな、そうすれば部屋として認められる、あーっしゃ、わあこういうこともやらなきゃいけないんだ、外にも部屋は作れるということですね、キャンプの拠点の外にも、なるほどね、やべもう10分経ってる、やばいぞこのゲーム、かなり時間を使っちゃう気がする、ちょっと待って、どんどん作ろう、うーんどうしようかな、うわあ何もできないじゃん、あ紐がいるんだ、紐とボロ切れ、ちょっと待ってボロ切れ捨てちまったぜおいマジか、いるじゃんボロ切れ、何やってんだ俺、あこれツタが3ついるのね、あーなるほどね、あー薬草もなんかいるみたいだね、
ほう。まあ、とりあえず行きましょうか。どこだ？じっちゃんの家どこだ？火があるとこ、あ！上に火がある。なんか、シールの騎士がいっぱいになってきたぞ。怖い怖い怖い。あ、いっぱい喋ってる。なんか二人いるぞ。あ、これも壊せんのか？お、なんだこの土。初めての粘土。お、粘土だった。持ち物がいっぱい。わかったわかったわかった。おー、いた。でっけえ。こいつが長老か。ふわー、これは珍しい。お主は人の子か。わしは大狐の長老じゃ。滅びを待つ哀れな人間よ。わしに何か言おうか。ふわー、大狐の作り方を知りたいと申すのか。まずはの、息がよくて、ピチピチとした大狐を腹ばらいにし、腹ばいにし。もう、ふわーばっかじゃねえかよ、こいつ。大狐は我らが作り方はそう簡単に教えられねえよ。なんだと思った分な。ほら、もう主人公しゃがんでさ、頼むよ、頼むよ、つって。言ってるよ、俺。腹減ってるだけかよ。びっくりした。腹減ってるだけだ。え？実はこの家の天井に穴が3つ開いてしまって。あ、そうなの？あ、ほんとだ。完成させりゃいいの？ん？雨が降ると水が漏れ出してしまわないように笑い床で直してくれると嬉しい。笑い床ってなんだ？ツタで紐が作れて、紐があれば笑い床ができる。あ、そうなの？オッケー、任せて。ちょっと来んなって、あいつ。あ、収納箱マジありがてえ。マジあざっす、これ。いやー、これ何しようかな。皮袋も入れる？皮袋ってなんだっけ？あの、でかい大きい土から取れたやつか。じゃあ、これも入れとこか。まあ、ポコ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 入れましょう。もう、松明もいらないでしょう。まあ、全部いっちゃうか。んで、うい。これは、これは食べよう。あと、ツタか。これは枝豆だよな。うわ、敵多いな。敵多いよ、これ。ここ、ツタ、こういうとこから取っちゃっていいのかな？よし、これで、合計3つかな？あれ、下落ちちゃったよ。わあ、マジか。マジか、マジか。ただな、いっぱいあるんだよな、これ。うわあ、下行くのやだな、めんどくせえな。だけど、主人公は捕まりたいんだよな、これに。はい、はい、はい。これでいいでしょう。んで、作るやつが、欲しいよね、作るやつが。てか、ツタここにいっぱいあるやん。今思えば。こっから拝借するってことだ。あ、しかも上どうなってんだろう。一番上行こうよ、一番上。あー、なに？レンチャンづかまりできないみたいな？そんな感じ？ちょっと俺、なんかさ、テクニシャンのことやろうと思ったよ、今。こうやって、掴もうと思ってたからね。ジャンプで。はい、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 はい。おいおい。怖いな。カメラの操作もちゃんと重要だな。ここにあの、作るやつはないんだね。じゃあ一回家まで行けないといけないんだ。ということは、また、あ、あるじゃん。ちょっと親切設計。親切設計これ。紐を作ろう。これで。うお、10個もできる。おー、来た。わら床。で、これが、どこにある？あ、来た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 。どうする？全部作る？いや、全部は違うな。あ、10個できる？いいね。敷きわらセット？何これ？土を変化させるための魔法の道具。周囲の土ブロックの床を藁床に。すっげえ。やっぱりあれだ。このゲーム、体験版は、あんなやり込むべきじゃなかったんだ。てか、藁でさ、雨漏れるだろ、これ。いや、まあいいけどさ。これなんだろう？これ欲しいな。壊せないんか。ちょっと壊したかったな。持って帰りたかった、これ。さあ、長老よ。お前らマジか。長老にぶっ飛ばされるぞ、これ。あ、しかも攻撃当たんないんだ。俺用の方は。よし、いいね。あ、落とさなかった。わ、天井の穴を直してくれたのだな。いとも簡単に天井の修理をやってのけるとは。まさかお主は物の力を、作る力を持つという伝説のビルダーなのか。そうでござる。いや、わ、そのようなことはどうでもよいこと。どうでもいいのかよ。人間は力を失い、今や滅びを持つ存在。かたや我々は、その数を増やす一方。わしはな、人間と我々の今のあり方が必ずしも正しいとは思えんのじゃ。人間が多すぎるのも確かに困る。しかし、このままでは世界の調和というものが
よし、竜王様には言えぬが、ほんの少しだけお主のことを助けてやろう。おお、敵が味方になってくれたぞ。まずはほれ、約束だった大きい図の作り方を教えてやる。なんかあれだろ、こいつら倒した素材だろこれ。どうせそれだったらさ、結構結構やばいよな。よーし、これでもういいのか。これでもう帰っていいのかな。大きい槌あった。あ、作れる。太い枝3つ。何これ、超簡単じゃん。マジか、こんなんでいいの。こんなんでいいのか。あ、ロロンドだ。よかったよかった。ロロンドだから全然偉い人じゃなかった。よかったよかった。おお、すげえ。これどうなんの、使いたい。ちょっと待って、これ家帰ってから使おうか。うん、そうした方がいいよな。絶対そうした方がいいよな。分かってる分かってる分かってる。で、これはなんだろうな。これ例えばこれどういたらここに記される。ただここにまた来れるよな、これ置かなくても。まあとりあえず持って帰ってキメラの翼で、帰りましょうか。大丈夫だよね、もうやり残したことはない。スライムベースもう一匹ぐらい買っとくか。あと大きい図使うか、せっかくだし。でもあいつにさ、よこせって言われて取られるかもしれない。あ、装備外せるのか。じゃあいいや。コンボ外して大きい槌で、大きい槌で叩く。おお。もう落ち着きちゃい。もう落ち着きちゃい。なんかもう武器もいいね。お、来た来た来た。今まで壊せなかったような石が。うい。お、なんだ、黄色いつぼみ。痛いな、もう。おお、来た来た来た。石がゲットした。やばい、これちょっと、石の剣？もう、俺今楽しすぎてしょうがねえや。このゲーム俺、あれ、多分ね、ずっとやってられるかもしれない。クリアするまで やめれないかもしれない。石の階段もできてる。ほう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 。あ、石の作業台もできるんだ。これはどんどん作るべきだね。ちょっと待ってよ。もうちょい集めていくか。ちょっとみんな、俺カットしてるかもしれないからさ、急に、素材がたくさん持って、拠点に戻ってるかもしれないから、そこはよろしくな。おお、すごい、そうそう、木もできる。あ、ブナの原木すごい、木材だ。なんだなんだ、もう。やっべ、これ楽しいぞ。これはいい。まだね、全然ストーリー序盤で、やるべきことはやってないんだけどね。こういうさ、石も倒せんのかな。おお、できるできるできる。勝手にスライム叩きまくってるけど大丈夫かなこれ。あ、満腹ゲージ、分かった分かった。豆食うから。あ、豆まだ食えねえのか。他にまあちょっと心残りはあるが心残りはまだあるが、まあ帰ってからでもいろいろとねできるでしょう。ということでキメラの翼で、戻らさせていただきます。戻る。到着。ということでね、これはどうするべきか。おっちゃんはハンマーでまず叩くか。ほら、ほら。無敵。ロロンド無敵であった。おお、よくやった。ついに大きい槌を作り出したのだな。大きい槌を使えば、今まで壊さなかったものは壊せるはずだ。例えば、この辺りにある、ごめん、もうやっちゃったわ、木と岩。鍋？あ、違う、鍋じゃねえや。銅か。銅や石炭などの鉱石があるという。お？あ、そうなの？青い扉の先には？へえ。それらの素材を手に入れれば、お主なら新しい何かをひらめくだろう。そしてひらめいたものを実際に作ることで、新たなものが作れるようになるはず。あー、なるほど。どんどん作って作って作って、その先のやつも作ってみたいな。おー。何が欲しいの？次は。ん？そうだな。まずは手始めに、大きい槌で近くの木を材料にする。もうしたよ。残念ながらもうした。よし。順調に進めるね。集めてるよ。もしお主がたくさんの素材を集めておるなら、そろそろ持ち物の管理に手こずってやろう。よくわかってるじゃん。せっかく材料を手に入れても、持ちきれず、泣く泣く手放すこともあったかもしれぬ。そこでだ、クンヒロ。我が輩は猫であるじゃない。素材は常に精を出すお主のために、メルキゾルクを必死に読み解き、大倉庫、来た。欲しい。もうグリムノーツでもね、倉庫がパンパンになってね、こういうのが欲しい。で、これ木材でいるんだ。そういうこと？木材いるのこれ。で、上に登ってる緑の、
チャモロだっけみたいな人、ちょっとどうやって登ったのこっから。えらい、降りるんかよ。ピリンってこれ聞いたぜ。待て、ピリンを奪うのよ、お前。うん。お、仲間がいる、まだ。大技術の里の奥に、細い道で陸と繋がった小さな島がある。ここに来る途中、その島で人影を見た気がするんだ。もし、その気があるなら行ってみるといい。誰か行って、連れてくりゃ、ピリンも喜ぶかもな。まあ、そうだ、遠出するなら町の外にも部屋を作るといいぜ。あー、そう。そこを修理しておけば、あー、これさっきのとこ行ってるんだ。コンパスをよく見て、町人になりそうなやつを探してきてな、と。はい、ということで今回は、大倉庫を作ります。あー、作れない。木材と壺がいる。オッケー。これはもう作れるんだよな。これで、あ、いっぱいになっちゃったな、もう。壺もいるからな。ベンチも作れる。すごいな。フェンスも作れる。なんだ、土壁だけじゃなくていいんだ。なんかあれだね。ちょっと待ってよ。よし。これね、いいとこがあってね、一つだけ。大きい土。一点集中で殴れるんですよ。悪い点といえば悪い点なんだけど、これはいい点だよね。あれ？ちょっと待ってよ。気のせいかな？これさ、もしかして、ここに入れたやつって、そこの土地でしか反映されない？あれ？俺さ、だってさ、向こうのところでさ、いっぱい入れたよね。あ、そういうこと？マジで？それだったら結構、めんどくせえな、これ。マジか。ちょっと待ってよ。その前に、壺もあるし、大倉庫、あ、まだ木材が8個いるのね。わかった。作る、全部作るわ、もう。おー、ギリギリじゃん。よかった。これギリだ。来た。さ、どんなサイズなんだろう。それは気になるな。これな、ロロンドにあげちゃったら取られるか？んなことねえよな。おー、これが大倉庫なるものか。素晴らしい。これで素材集めがはかどるな。町のどっかに大倉庫を置いておけば、素材集めの間に持ち物がいっぱいになっても、持ちきれなかった素材を自動的に？すげえ。先にやってよ、こういうの。まあいいか。大倉庫に入った素材は、収納箱と違い、どこにいても取り出せる。おお、すごい。じゃあ収納箱は、そこだけなんだ、やっぱり。さあ、くんひろ、これで心置きなく、材料は素材集めができるだろう。大きい土の里にある、という、銅や石炭、石などはもう手に入ったかと。お、釜と金床？金炉があれば、金属を加工できるらしい。お？鉱石を手に入れてないのなら、大倉庫と大木土を活用して、大木土の里の山の斜面から発掘してみる。おー、なるほどね。そんなことができるのね、これ。あ、で、この青いのは何？あれ？倉庫は？あ、あったよかった。でっけえでっけえぞなんだこれ。ちょっと待てよ。うわなんか部屋に置きたいな。共同倉庫みたいなの作ろうか。ちょっとここさ、あれしようぜ。使っちゃおうぜ。この看板邪魔だな。ん？魔物はいつもこの方向からやってくる。ここに城壁を作り、城、町を守る。あ、なに？そういうこと？そんなこと書いてあったのこれ。じゃあ、ちょっとどいて。よし。で、ここに先にもう、倉庫を真ん中にドーンと置きたい。こんな感じで。あー、まあ、いいか。草が生えてた方が、なんか、色合い出る。風格出るでしょ。こりゃ便利だ。すげえいいじゃん。土が足りねえな、まだ全然。ただ、これポンポンとやって、ここら辺から、もう並べてけば。あー、なんかあれだな。全部、あれにしたいな。この、土にしたいな。まあ、いいか。で、この、あ、すごい一発だ。あ、でもな、あれだな。効率、どっちがいいかわかんねえな。でも2回殴るよりこっちでポコポコ殴っていった方がいいか。あ、すごい。これ調子こいて掘ると地面がボコボコになっちゃうね。そこはちょっと難点だな。あ、ここも穴開いてんのか。ちょっと待てよ。うまいこと埋めなきゃいかんな。で、こうして、なんか作りながらやるゲームなのかな一応これは。てか、どうしよう。この作ってるとことか実況いらないんだけどさ、実は。普通早送りでいいかな。まあいいか。今つけとこう。
で、松明もいる。松明はここに入ってないな。そっか、向こう入れちゃったんだ。うわあ、ここだけがちょっとあれだな、今。難しいな。うまくね、やっていかないといけないね、これ。松明。これで部屋になるよね。うん。さあ、これで何点なんだろう。あれ？まだできてないか？空き部屋には？ならない。あ、ここにないから、危ねえ危ねえ危ねえ。もうね、こういうとこも逃しちゃダメ。おお、来た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 。空き部屋。空き部屋かっこ倉庫だからね、もう。これすごいよね。うおー、めっちゃ入る。めっちゃ入るぞ。これはすごい。これはすごい。これ、どうしようかな。土。土とかも入れちゃうか。もう向こうで取れるもんは入れとこう。んで、一応、これのために導きの玉も持っといて。で、寝てから行こうか。ということでね、今回長くなってしまったので、次のパートに行きたいと思います。それでは、皆様、製品版ということで、また宣伝をさせてください。Twitter もやってるので、ぜひお越しください。そしてね、Twitter をフォローしていただければ、いろいろとね、情報が、リアルタイムの情報がね、更新されると思うので、もしよかったら来てください。チャンネル登録はね、もちろん、嬉しいですね。それでは、また次のパートもよろしく。バイバイ。